お客様、今すぐお逃げください。え？いきなり若女将は私に向かってそんなことを言ってきた。どういうことですか？実は。するとそこで彼女から明かされた真実に私は慌てて実家まで逃げ帰った。ちょっと、どうしていなくなったのよ。電話口でものすごい怒声を出す義母に、私はぐっと拳を握りしめて言い返す。私は騙されませんよ。お母さんたちの言いなりにはなりませんから。私の名前は葵、35歳の会社員だ。私は IT 企業に勤めていて、現在は部長という立場で責任ある仕事を任されている。毎日とても忙しくて大変な部分もあるが、それでもとてもやりがいがあるし、プライベートが充実していることも私が仕事を頑張れている理由の一つにあると思う。私は1年ほど前からたかしという男性とお付き合いをしている。彼との出会いはマッチングアプリで、共通の趣味が多かったこともあり、私は彼から来たメッセージに返事をした。それから何度かメッセージのやり取りをするようになり、そして直接会ってみることに。彼は写真よりも爽やかでかっこよかった。そして直接会って話してみるととても楽しくて、彼は面白かった。それから私たちは何度か会うようになり、彼から告白をされて付き合うことになったのだ。彼はとても優しくて気遣いのできる人で、今は同棲をしているのだが、私のために毎日手料理を振る舞ってくれる。私が仕事で忙しいからと先に帰ってきて料理を作ってくれているのだ。彼の作る料理はとても美味しくて、私はいつも幸せな気分になる。どんなに仕事で疲れて帰ってきても高志の料理のおかげで癒されるわ。本当？そう言ってもらえて嬉しいよ。葵が仕事に集中できるように俺が家事を頑張るからね。ありがとう。高志は本当に優しい人だね。彼がいるおかげで私はとても健康的な生活をすることができており、仕事も頑張ることができている。最近では女性の方が仕事を頑張っている夫婦もあるし、私としては彼と結婚をしたいなと思っているところだ。するとつい最近彼から大事な話があると言われた。一体どうしたの？ここって私たちの思い出の場所よね。そこは展望台のある山なのだが、彼に告白されて付き合うことになった記念すべき場所だった。その時私はハッとした。もしかして。私は緊張しながらごくりと唾を飲む。すると高志もすごく緊張しているような様子だった。間違いない、これはきっとプロポーズだろう。そう思っていると彼はポケットから指輪を取り出し、私に向かって差し出した。葵、俺は一生君のそばで一緒に生きていきたい。だから俺と結婚してください。私は彼からのプロポーズがすごく嬉しかった。答えはもちろんイエスだ。はい、よろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。大好きな彼との結婚が決まり、私はすごく嬉しかった。職場の人たちに報告すると、仕事だけでなくプライベートも充実していて羨ましいと言われた。私の両親もとても喜んでいて、やっと娘が結婚してくれたとほっとしている様子だった。その後、私たちはお互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせも済ませた。彼のご両親はとても優しくて、初めて会った時からとてもよくしてくれている。葵さん、何でも相談してね。結婚式のこととかもできる限り協力するから。お母さん、ありがとうございます。そして私と高志は理想通りの結婚式を挙げることができた。職場の人たちや友人などたくさんの人が参列してくれて、とても幸せな結婚式になった。それから私たちの新婚生活がスタート。同棲をしていた時のように、夫は仕事が忙しい私の代わりに家事をやってくれてすごく助かっている。夫はどんどん料理の腕を上げていて、日々出てくる食事ももともと美味しかったのがさらに美味しくなっていた。このポトフすごく美味しいね。そうだろ、自信作なんだ。夫は料理が好きなようで、いつもいろんなメニューを作ってくれた。もちろん彼に全部家事を任せるのは申し訳ないので、土日は私が掃除や洗濯をしてバランスよく生活をしている。そんな風に楽しい新婚生活を送っていた私たち。あっという間に時は過ぎていき、気がつけば2年が過ぎていた。
私はありがたいことにまた昇進が決まり本部長になった。葵は本当にすごいな。たかしがいつも家で料理をしてくれるおかげだよ。家のことを気にしなくて済むから仕事に集中できてるの。そうか、俺がちゃんと役に立ってるんならよかった。すごく役に立ってるよ。私たちは本当にバランスのいい夫婦だと思う。これからも二人で幸せな生活を送っていけるとそう思っていた。そんな中、夫が神妙な顔で相談したいことがあると言ってきた。一体どうしたの？それがさ、父さんが腰を痛めちゃったようで生活が大変そうなんだ。え、そうなの？それは心配だね。ああ、それで父さんと母さんと同居したいと思ってるんだ。え、同居？ああ、母さん一人だけで父さんの世話をするのは大変みたいで。私はそう言われて少し戸惑った。でも私は昇進したばかりだし。私は仕事を辞めたり制限をすることは正直したくなかった。すると夫はこんなことを言い出した。そこは心配しないでくれ。俺が会社を辞めて父さんの世話と家事の手伝いをするから。え、本当に？ああ、だから何も気にせずに葵は仕事だけをしてくれよ。私は夫が全てをやってくれるのならそれでもいいかなと思った。義実家は会社からも近いし、同居すれば家賃がかからなくなる。そう考えるとメリットの方が多い気がしてきた。わかったわ、お父さんのためにも同居しましょう。お、本当か？ありがとう、葵。夫はすごく喜んでくれて、こんなにも笑顔になってくれるのなら同居を決めてよかったなと思った。葵さん、これからよろしくね。よろしくお願いします。いやぁ、まだまだ元気だと思っていたけど、油断するとダメだね。お父さん、無理はしないでくださいね。ああ、ありがとう。義両親は温かく私たちを出迎えてくれた。こうして始まった同居生活。夫は本当に私が家事をしなくて済むようにしてくれた。義両親も優しくて、私が仕事だけをしていても何も言わない。むしろ私の仕事について聞いてくれるし、応援をしてくれる。とてもいい旦那さんとそのご両親に恵まれたなと私は思った。そのため私は少しでもみんなにいい思いをさせてあげたくて、毎月入れるお金を少し増やした。あら、葵さん、こんなにいただいていいのかしら。はい、いつもお世話になってますので。助かるわ。毎月私とお父さんの年金だけじゃ厳しいなって思ってたところなのよ。葵さんがお嫁に来てくれて本当によかったわ。私は義両親にそうやって言ってもらえて嬉しかった。実際私はもう37歳になっていて、まだ子供を産んでいなかった。結婚してから2年しか経っていないとはいえ、年齢のことを考えると子供を産めるのはギリギリだと思う。だからそういう状況でも私をいびったりすることなく優しくしてくれる義両親には感謝しかない。そして家事を中心となってやってくれている夫にも感謝だ。そんな風に幸せな同居生活を過ごしていた私だが、3ヶ月ほど経った頃からちょっとだけ違和感というか変化が生じ始めた。葵さん、ちょっと相談があるんだけどいいかしら。何ですか、お母さん。毎月入れてくれるお金をもう少し増やせないかしら。え？私は毎月20万を義実家に入れていた。その中で生活費とか義父の病院代とかをやりくりしてもらおうと思っていたのだ。だが義母曰く、それでも生活費が足りないというのだ。一体何にお金を使ってるんですか？実は私もお父さんもあなたが思っているよりも年金が少なくてね、ギリギリの状態なのよ。え、そうだったんですか？今まではちょっと言いづらくて、あなたにはとてもよくしてもらってるし。お母さん。私は義両親がそこまで困っているとは知らなかった。そして何も知らずに仕事にばかり打ち込んでいたことを反省した。ごめんなさい、私今まで無頓着すぎましたね。いやいや、いいのよ。あなたのおかげで私たちはなんとか生活できてたわけだし。私は反省をして、それから毎月30万を義実家に入れるようにした。さすがにちょっと多すぎかなと思ったが、それくらい入れてあげたら生活もだいぶ楽になるだろうと思った。そして義実家の人たちはすごく満足そうにしていた。いやー、本当にありがとうね。葵さんは私たち一家の大黒柱だな。葵が俺の嫁で本当に感謝してるよ。
そう言ってもらえることはとても嬉しかった。誰かに必要とされている感覚があることは幸せだ。そしてそんな中、義母の誕生日が近づいてきた。今年のお母さんの誕生日どうしようか。私が夫にそのように聞くと、夫はこう言った。ああ、実は母さんが自ら泊まりたいって言ってる旅館があって。へえ、そうなんだ。そこに連れてってくれるみたいなんだ。何回も行っているところってことかな。夫の口ぶりからすると、義母が常連のような感じだ。あんまり詳しくは聞いてないけど、そんな感じだと思う。そっか、でも主役にいろいろとやらせるのは申し訳ない気がするけど。気にしなくていいよ。母さんは全部自分で予約とか取りたいタイプだから。プランとかいろいろと自分で吟味したいんだろう。なるほど。それならお母さんの好きなようにした方がいいね。私はこの時特に何も気にしていなかった。まさかあんな計画を義実家の人たちが考えているとは思いもしなかったのだ。それから少し経って義母の誕生日の日がやってきた。私たちは車で義母が言う旅館へと向かった。たどり着くとそこはすごく豪華で高級そうな旅館だった。ああ、とっても豪華ですごいわね。こんな高級なところ来たことがないぞ。義実家の人たちもすごくはしゃいでいた。だが義母は何度か来たことがあるはずなのに、初見のような驚き方をしているのが気になった。そんな時、私のスマホに着信が鳴った。それは会社の部下からだった。私は今日は有給を取っていたのだが、何かトラブルでも起きたのだろう。私は夫に電話に出てくると言って、旅館のロビーで部下と電話で話をした。やっぱりトラブルが起きたようで、私はしばらくの間電話で話をしていた。夫と義両親はすでに先に部屋に案内されたようで、私も後で豪華な部屋を楽しもうと思った。だいたい15分から20分ほど電話で仕事のことについて話し、あとは部下に任せることに。大体の問題は解決できそうだったし、何より義母の誕生日だからちゃんとお祝いをしたいと思ったのだ。だから仕事よりも私は家族を優先させることにした。私が電話を終えて受付に行くと、若おかみの方がこちらですと言って案内をしてくれた。私は何も考えずに後ろをついていった。外の景色は庭が広がっているのだが、すごく手入れが行き届いていて美しかった。義母の誕生日祝いとはいえ、久しぶりにこんないい旅館に泊まれるなと嬉しく思った。若おかみが足を止めたので、私は部屋の前に着いたのかなと思い、前を向く。だがそこは裏口らしき場所だった。ここは。お客様、今すぐお逃げください。いきなり若おかみは私に向かってそんなことを言ってきた。どういうことですか？実は。するとそこで彼女から明かされた真実に私は慌てて実家まで逃げ帰った。数時間後、私は実家にたどり着いた。スマホの電源は切っておいた。おそらく、義実家からの電話やメッセージが大量に来てそうだからだ。そして実家に着いた私。両親に事情を説明すると、両親は憤慨していた。私は久しぶりの実家で、ちょっとだけゆったりした後、スマホの電源を入れた。すると案の定、たくさんの着信履歴が入っていた。そして電源を入れた時に、また電話がかかってきたので、私は仕方なく電話に出ることに。もしもし、ちょっと、どうしていなくなったのよ。私が電話に出た瞬間に怒声を上げる義母。あなた今どこにいるの？今すぐ戻ってきてちょうだい。もうすぐご飯なんだからみんなで食べましょうよ。すいませんお母さん、私は今日行けないです。はあ？どういうことよ。せっかく私のお誕生日をみんなで祝おうとしてるのに一体何をしてるの？あなたは私の誕生日を祝うつもりがないの？ひどい嫁ね。電話口でものすごい怒声を出す義母に、私はぐっと拳を握りしめて言い返す。私は騙されませんよ。お母さんたちの言いなりにはなりませんから。どういうことよ。お母さんたち、私に高額な宿泊費を支払わせようとしてるんですよね。何を言ってるのよ。先ほど調べたら、あの旅館、かなりの高額旅館で、お母さんが選んだプランは4人で200万くらいするそうですね。それを私に支払わせようとしていたそうじゃないですか。それは、でも今はあなたがこの家の大黒柱なんだから支払ってもらうのは当たり前じゃない？
だったら普通私にまず相談しますよね。それを何も言わずにこそこそ隠した状態で支払いのタイミングで私だけを残して去っていく予定だったそうじゃないですか。なんでそれを。誰とは言いませんが、旅館の方がたまたま部屋でのお母さんたちの会話を聞いたそうです。部屋の豪華さに興奮したのか、扉を開けた状態で大声で話していたそうですね。あの女はちょろいとか、ちょっと優しくしたら金をポンポン出すとか、今まで私に支払わせていた生活費についても、本当は生活費は十分足りてたのに多く出させてたんじゃないですか？いや。とにかくもうあなたたちのことは信用できません。私は旅館には戻りませんよ。そんな、もうキャンセルもできないし、このままじゃ私たち宿泊費を出さないといけないじゃない。当たり前じゃないですか。そんなの無理よ。義母はそう言ってはめいていた。後ろで夫や義父も何やら叫んでいる。だが私は気にせずに、もう離婚するので、たかしにもそのように言ってくださいと言って電話を切った。翌日、義実家の人たちが私の実家にやってきた。おい、一体何を考えてるんだ。義父がそう言って怒鳴ってきた。夫も義母も後ろにいて、私と両親を睨んでいる。私が慌てて預金を下ろして支払ったんだぞ。そうやって大声を上げる義父。お父さん、足腰丈夫そうですね。ああ。もともとは義父が足腰を悪くしているから同居をするという話だったはずだ。まさか初めから私にお金をたかろうとして同居も仕組んでたんですか？これは、その。一気に動揺する義実家の人たち。ここで私の父がとどめを刺した。娘のことを今まで騙してお金を取っていたのなら立派な詐欺だ。警察や弁護士に相談して叱るべき対応を取ってもらおう。警察。父の言葉に顔面蒼白になる義実家の人たち。それが嫌なら今すぐここから立ち去ってくれ。父がそう言うと義実家の人たちは慌ててその場から逃げていった。その後私は夫と離婚した。優秀な弁護士を雇い、今まで騙されて入れていたお金も少しだけ返ってくることになった。義実家の人たちは私にお金をたかり、私がいない日中に高級寿司を食べたり、高価な買い物をして遊び歩いていたらしい。そして私の前では普通につつましく生活をしているふりをしていたのだ。騙されてしまった私も悪いが、今回の旅館の宿泊費を支払わないで済んで本当によかった。義実家の人たちは元夫も仕事を辞めていたので一気に生活が厳しくなり、貧しい生活を送っているそうだ。だが贅沢をしていた頃が忘れられず、借金をして浪費をしているという悪循環に陥っているそうだ。そんなことを繰り返していたらどうなるのか、冷静になって考えられないのだろうか。まあもう私には関係ないが。後日、私はあの時危険を察して私を逃がしてくれた旅館の若おかみにお礼を言いに行った。そしてお礼も兼ねて私の両親と一緒に旅館に泊まらせてもらうことに。その旅館は本当にいい旅館で、サービスも料理も何もかも最高級だった。私はまた来ますと若おかみに言うと、若おかみはとても優しい笑顔でお待ちしていますと言ってくれた。私はその笑顔に癒され、これからさらに仕事を頑張ろうと心に決めて、また日常に戻った。義実家の人たちは最低な銭ゲバですね。主さんはそんな人たちと縁が切れてよかったと思います。旅館の若おかみに感謝ですね。主さんは自立して十分な収入があるので、焦らずにいいパートナーを見つければいいと思います。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。